おはようございます。中高年の味方、じじ雄三です。本日は確定申告ということで投稿させていただきます。自宅からスマートフォン、パソコンでいいテックスというところからちょっと入っていきたいと思います。そちらから入りますと、スマートフォンでの申告がさらに便利ということに国税庁からのお知らせの中にありますから、今使ってるのは iPad なんですけど、iPad もスマートフォンも同じですから、そちらから入ります。するとですね、そちらから入りますと作成の流れはこちらということで、あります。だからこの iPad でですね、もう作成できるようだったら iPad でしたいということで、作成開始ということで入ります。それに入りますとですね、 iOS をご利用の方は設定のメニューから触りのディスクトップ用ウェブサイト表示をオフに設定して、確定申告書作成コーナーをご利用くださいということで出ますから、ここはパスして、ちょっと今回は iPad の、確定申告は諦めまして、確定申告会場に行くということに変更します。入場券が必要です。入場券を得るためにですね、方に入ります。するとですね、確定申告会場にお越しの方へということで、こういう画面が出ます。だから確定申告の入場には入場整理券が必要ですということですね。それにはどうしたらいいかというところでですね、まずこの中でですね、確定申告会場のお知らせということで出ますので、これは札幌国税局からちょっと見えてませんけど、沖縄までありますから、そのうちの、ここ熊本ですね、熊本を行きますと、熊本西、熊本東、熊本城ホール、どちらも熊本ホールで、2月16日から3月15日ですね、確定申告会場ということでなってます。だからその入場整理券を配布する方法が書いてありますね。だからこれには一応大きく分けて2通りあります。入場整理券の配布ですね、その会場に行って当日券をでもらうかですね、 LINE から入るかということですね。だけ、これ書いてありますように、その中でですね、オンライン LINE での事前発行ということをしたいと思います。それするには国税庁のですね、友達追加が必要ですね。ここでですね、LINE に次は入るような形になりますね。だから LINE の方から来場希望日とかを選択して習得する方法ですね。これがもう LINE のに入りました。これは LINE の、画面ですね。いろいろ令和2年分確定申告特集とかが書いてあります。その中でですね、ちょっともう画面がちょっとまだ出てませんけど、今から出ますけど、この中のですね、税務署を選択してくださいということですね。これを選択します。これを選択するとですね、こちらが税務署のですね、これが LINE の国税庁のマークですね。私の場合は一応ですね、熊本市ですのでですね、本来はですね、熊本西税務署か東税務署に行くということになります。それは正式には2月の16日からにちょっとなってますからね。
するとこれでこう LINE に入りまして、一応場所が熊本県ということで、選択しますとですね、ここに説明ができます。だから次に税務署または会場を選択してくださいということになります。そして、入場整理券の事前配布は税務署によって異なるということが書いてあります。この中でですね、一応熊本西税務署をですね、希望しました。こちらがいつも言ってると税務署ですね、熊本西税務署を希望しましたらですね、こちらが、こちらは3月16日からですね、とこれ希望したら次の画面がちょっとまだ出ませんけどですね、で、まあ、熊本もいろいろここ書いてありますように、税務署もたくさんあります。まあ、人吉、玉名、天草、山賀、菊池とかもあります。まあ、その中の私は熊本西税務署を希望しました。希望しましたところですね、またちょっと画面がですね、 LINE ですね、と一応熊本西省税務署ですね、希望しましたら予約枠がありませんということで出ました。まあ、こちらは3月16日からになってますね、16日からには予約可能枠がもうないということですね。まあ、だからもうおそらくですね、私の予想では西税務署ではしないのかもしれませんね。でですね、次のだから出ませんでしたから、もう一回また税務署のですね、画面を選択して、まあちょっと面倒なんですけど、同じようにまた2回ですね、 します。そしてここが、まあ何県ですね、だから福岡県の下に熊本県があったと思います。そちらを選択しますとさっきの画面と違ってですね、今度は熊本城ホールはですね、ホールというのが出ます。1回展示ホール、2月3日から3月15日ですね。だから、こちらがですね、おそらく西税務署がしてないということじゃなくて、まだ3月16日ですから、ここがまだ申し込みができないということなんですけどね、できないということだと思います。今だったら熊本城ホールですね、そこでホールの方を空いてる日にちを見ましたら、これが、2月ですね、5日、8日、9日、10日、12日ですね、11日は空いてないですね、空いてないと見ましたら、ちょっと祭日だから休みだと思いますね。そういうことで8日ですね、2月8日を申し込みました。すると申し込みますと、今度はですね、時間が出ますね。時間は一応もう11時から12時、まあ、残り枠が32枠ありましたから、11時から12時を申し込みました。まあ時間帯によってですね、12時から1時は結構こちらがやっぱ昼休みというか昼時間が残りが多いようですね。こういう感じでここに申し込みますとですね、次が申し込みの確認ということですね。熊本城ホール1階展示場で、2月8日の11時から12時ということで、確認がこれで確認の画面が出てます。まあ、これは全部 LINE でしてますから、 LINE ですね。だからこれはスマホを、まあ、LINE が入れてない人はできないということですね。次の画面がですね、